皆様こんにちは森俊介です前回の動画でお話ししたように先日の議員懇談会で議長副議長をどうするのかの議論が行われました現在議長に豊坂さんと中田さんが立候補されています副議長には、えー、土屋さんと乙島さんが立候補されていますまた議会には常任委員会が2つあって1つ目が産業建設委員会、えー、ここは観光や一次産業 建設なんかを担当するところになっていますイルカパークなんかもここの管轄らしいです、えー、もう一つは総務文教構成委員会、えー、ここは教育や福祉 SDGs なんかを担当する委員会となっています、えー、この2つの委員会に入るメンバーについても先日の議員懇談会ですり合わせを行ってきました、えー、現在ほぼ確定しているメンバーはこちらになります12日の本議会で議長副議長が こうなるのではないかと森は思っています議長は常任委員会には入らないのでそれぞれ7人8人となりますこれだけではなくて議会には他にも各種委員会があります各種委員会の説明については長くなってしまうので割愛させていただきますが森は議会運営委員会に入りたいと思っています当選してから森君には議会運営委員会通称議運というんですけれども 議運に入ってほしいと言われることが多いです僕もちょっとまだわからない部分が多いんですけれども一般質問や議案を発議するときに本会議に持っていく前に一度議運に持っていかないといけないらしいですなんですけれどもあのそこがブラックボックスになっているため議運にメスを入れてほしいというような趣旨で僕にその議運に入ってほしいと言われる方が多い印象を持っています もちろん本当にそうなのかわからないんですけれども、実際に自分で見てみたいと思って、議、えー、運に入ることを希望しています。しかし、何人かの先輩議員の方々に聞いたところ、新人が議運に入るのはとても難しいと言われました。今まで新人で議運に入った人はいないんじゃないかという話もありました。議運に入る人がどうやって決まるかと言いますと、えっと、先ほどの2つの常任委員会、産業建設委員会と、 総務文教構成委員会その中からまずそれぞれの委員会の委員長が多数えっと決まりますその委員長は立候補制で複数いた場合は多数決になりますで決まったその2つの委員会の委員長に関しては自動的に議会運営委員会に入るそうです議会運営委員会は6人で構成されていて2つの委員会の委員長さんたちとそれぞれの委員会から残り2人ずつが選出されるそうです なのでその中に入れるかどうかということなんですけれども、まあ、おそらくその残りの2つずつの椅子ですね僕は総務委員会に入るので総務委員会の中で2つの椅子に立候補して、えっと、他にいなければ、えっと、議会運営委員会に入れることになりますし他に誰かいらっしゃったら、えっと、おそらくそこでままたた多数決になるというお話を聞きましたで今の段階の森のそれぞれの委員会に誰が入るかという途中予想がこのようになっています。 森は果たして議会の委員会に入れるのでしょうか12日の本議会をちょっと楽しみにしていただければと思います12日の本議会では議員が中座して別室で投票を行っていろんなえっとま議長副議長であったりだとかえっと各種委員会の委員長であったりだとかが決まっていくようなので12日の本議会はあの議員がですね議会からちょっと出ていろいろ決めることが多いそうですちょっとどうなるか緊張していますが 議会の委員会に入れるように、まあ、頑張ってどうにかなるものかわからないですけども、頑張っていきたいと思います。えー、それでは今回もどうもありがとうございました。